普段よりも重いものをさ背負っている状態でのだからやりづらいのかなって。新しい一人で弾けよってやったら俺伴奏するんです。やばい。これは次何のコードが来るか分かんないから。セブンスをマスターしたい。シシシシシシ。はいはい。あ、でこれ奥の今ここら辺弾いてるんですけど、これはね、こことここが、うんうんうん、これを4本指でやるやつがどうしても見たい。うん、これが半音なんですよね。なんでここに半音があるっすか。なんでここに半音があるっすか。これここに半音があると、てか半音っていうかこことこの関係があると、そう、はあはあ、うん、これをよくやるって、いやめちゃめちゃ楽っていう、これをよくやる。ちなみにあちらに鏡があるんですけど、鏡で見たり確認した方がもしかしたら、あ、なるほど。そう、意外となんかみんな鏡を見てこんな動きしてたんだ、違ったみたいなことやってますよ。なんか、あ、鏡めちゃくちゃ重要じゃないですか。いやいやいや、でもね、弾けるようになるとめちゃめちゃね、速い動きしててびっくりするけど、でもそうそうそう、そう、空気ボタンをね、触ると位置がまた探さなきゃいけないから、押しながら閉じたい欲はありますよね。まあでも、全然今日じゃない話なんですけど、例えばこの C で C マイナーじゃないですか。で、例えばこの上も一緒に押すと、こうね、この G マイナーも一緒に、いや、これ、いや、今ね、ベースが上です。こうね、こういうのができます。おぉ、でも、いや、でもそのこうそう押されみたいな、押されたねって、はいはいはい。で、なんかそのアコーディオンのこの左手のまあ、もうどうしようもないことは、例えばフラット5みたいなその間を抜くことができなくて、そのどんどん積み上がっちゃうんですけど、まあでもおしゃれにはなるものの、その途中間の積んでる音符をちょっとね、間だけ抜くことができないんですけど、この右手に対して左手大きすぎる問題はどうするんですか。しょうがない。これはね、なんかね、アコーディオンの難しいところなんですけど、使ってる蛇腹一緒じゃないですか。うん、だからこれがでかすぎんなってなったら、まあちょっとこれで、これ軽い、はいはい、あ、そう、あとはこっちをたくさん使うやつに変えると、こっちの方がでかくなる。はいはいはい。っていうの。これは何ですか。あ、これここの長さがこれで変わるんですよ。あ、なんて書いてあるんですか。あ、ベベメデューサって私が作った、はい、名前、ブランドです。やばいでしょ。これを予約販売終了しました。今のところ再開までしばしお待ちください。どんぐらい今売れてるんですか。これが531台売れたんですよ。531台、怖くない。すっげえ。そう、
だからもう来年頭ぐらいから531人のアコーディオ弾きが日本に誕生するしかもボタンアコーディオンそうみんな本当にどうやって弾いたらいいんですかっていう人が531人誕生しちゃうんで路頭に迷っちゃいますそうやばいどうやったらできるようになるんだろう、まあ、練習なんですけどうん、あのピアノと一緒ですよ、多分逆にもうあれぐらいピアノを弾くまでにめちゃめちゃたくさん弾いただろうしなでもこの音がどこだっけみたいな感覚忘れちゃったっすもんこの音がどこだっけみたいな感覚忘れちゃったっすもんあーさーだってどの聴いても全然弾けんだもんねそうそう、あの、とにかくこっちもコードで覚えたらいいですかうんなんかとにかくこの、そう赤いのは全部これっていうそうで、これに、これの横に増やしたらセブンスなんだでも、すべてのボタンのことは一応学んだのかそうですね、簡単にあとはもう、練習あるのみということですか、うん、そうですねコツは何ですかコツそうだな、結局、この開いてっちゃったりするとポジションが変わってっちゃうじゃないですかこうなんか開いてっちゃって蛇腹のことを知りたいですねなんで最初は割と開いてすぐに閉じた方がポジションが変わんなくて あの見失わずに済みそうこのもうまあバンドネオンとかアコーディオンとかこう割とこの蛇腹を開くみたいなのが醍醐味みたいな雰囲気出てますけど開けば開くほどポジションがずれちゃってすごい演奏するのが大変なんであの最初の方がすぐ行ってすぐ戻った方があの見失わずに済むあとは左の動きにあの意識持ってかれちゃってこればっかあの蛇腹を意識しちゃうとこのぶんちゃぶんちゃのこの蛇腹の揺れが右手のメロディに響いちゃうんですよ簡単に言うとなんで右手がメインの曲だったら右手をなんかちゃんと鳴らすみたいな風に意識した方がなんか今こうなんかこういう感じになっちゃうじゃないですかなんかこう揺れちゃうというか左の伴奏にそうじゃなくてなんかこっちやってるけどメロディーを大事にするみたいなみたいなことしたら割と右手が揺れないなんか左手の伴奏に持ってかれない感じになると割となんか上手い感じに聞こえるメロディーを聞くとそうピアノと一緒ですねピアノと一緒だぞでもなんかそう強弱がこううんうんってやるととかピアノにないやつじゃないですかそうこうそうなんですよね管楽器にはあるけどみたいな、うん、だからちょっとその管楽器とかともちょっと似たような表現もできて逆になんかピアノみたいな言うたらね打楽器の部類でもあるじゃないですかピアノってああいうようなそのアタックみたいなのは結構表現するのが難しくてっていうのもそのなんか結構蛇腹をこう自分で短く このここでピッてやるっていうよりかは
ここのなんか動きでスタッカーとやることがやった方が、そうなんだ。そう、そういうような、そうだから、アコーディオンのそう、スタッカーとは結構疲れるぞ、腕みたいな。でもなんか折り返すタイミングはなんかフレーズの切れ目みたいなのを意識するんですか？うん、そうですね。そういうこと。そう、だから、みたいなね、みたいな感じなんですけど、でも歌の息継ぎみたいな感じで、なんか歌のブレスの位置ってそんなに意識しなくないですか？ここで息吸わなきゃみたいな感じじゃないじゃないですか。なんかあんまり意識しすぎると、なんかそこで折り返せなかった時になんかパニック起こすんで、なんかだからこっちは歌ってますみたいな感じで、あんまりなんかすごい意識とかしない方が、そのなんか譜面にこう折り返すチェック、なんかこう印をつけてる人とかもいるんですけど、なんかの問題で折り返せなかった時にもう大変なことになっちゃうんで、変に決めない方がいいっちゃいんですよね。見ないことっすね、これ。そう、音のどこがサンド上とかがパッと出るようになれば、でもまあここがもうタンサンドですみたいな、もうサンドで、ここがサンドみたいな、超サンドで、このボタンアコーディオンのもうあるあるなんですけど、とりあえずこの3列でみたいなことをやると、もうこれはもうボタンアコーディオンが一番やりやすい装飾そう、うまいみたいになるどの曲もみたいやれば、もうめちゃめちゃうまくないみたいなうまいよみたいになる3連符みたいなのがもう簡単なんですよ。まあ 4もだけど、とかがもうめちゃめちゃうまっていう聞こえる。そう、これはもうほんとマジ裏技、もうこれはもうよくやっちゃう。ドラクエっぽくないですか？ダンジョン、はい、なんか一丁楽器っていうんですかね、なんか感覚変わりそうですね。あ、本当ですか？まあ、確かにピアノとはちょっと違う、規則がもう完全に違いますもんね。マジでピアノ弾いてる時ってもう絶対音感的に多分弾いてる、ファーシャープを今から出すと思いながら弾いてるのが、あ、そうなんだ。だからなんかキーボードとかでトランスポーズ機能ってあるじゃないですか。はい、もうやばいですね。途端に弾けなくなっちゃうんですよ、なんかもう分かんなくなってっていうのとかもあって、でもこういうのやればなんか確かに なんだろう、ちょっとトランスポーズ感ありますね。トランスポーズ感ありますよね。あと、絶対音感お持ちですか？絶対音感はありますね。なんかアコーディオンってそのほら、今ちょっとなんかピッチ悪いな感ありません？このアコーディオンって。なんかコーラス、これこのミディアムのその MM、 今 MM なんですけど、うん、この両方をわざとずらすっていうチューニングなんですよ。だから本当にすごい気にする人は音ずれてるって感じなんだけど、そう、このずらし、なんか注文の時とかにずらしどれくらいしますみたいな感じ。どれくらいにしますってなんだ。開き、いかほどでっかみたいなどんいかほどでっかみたいな。僕ピアノとピアニカの動画作った時に、ピアニカの方にコーラスかけたらアコーディオンっぽくなるってことに気づいた。でもそういう感じ、コーラスみたいなことよ、これで、なんかこう、これはなんかこの開き、コーラス具合、
なんか年によって流行りがあるらしくて最近詰まってんすよみたいなこれはどんぐらいなんですか。これ開いてますね、結構開いてんだ、うんうん、へでもね、これはなんかこのなよなよなよってなるじゃないですか、このうん、ビラビラビラみたいな。で、この感じは結構あの日本で結構好まれるっていうか、ほら いかにもフランスっぽいみたいな、あなよ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 みたいな。でもなんかまああのヨーロッパだと割とまあこれ最近古臭いよねみたいな感じらしいですよ。あ、そうなんだそうそう、いや、好きっすけどね、開いてね、これ、そうアコーディオンならではの開きなんて。弾けねー、これマジすぐ弾けんだろうな。まだ続き弾くのこれ弾けるようになったらまた違うピアノにもなりそうですこれはめっちゃ楽しい、楽しい、楽しいでしょ、めっちゃ楽しいやばい、そろそろ電池がなくなると。でもちょうどいいですね本当だそんな感じでした。あの皆さんも思想がしたい方は谷口楽器に谷口楽器に行ったらですね、こちら思想ができますので思想ができますので、ぜひ気になる方はあのお茶の水の谷口楽器に行ってみてはいかがでしょうか、という感じです。今日はどうもありがとうございました。いろいろ教えていただいて、いやいや本当にね、ここにね、ここにピアノがあればね、もう最後ね、もう本当に実はすごいやつができるはずなのにもうあの今は本当に小鹿がもういやもう走り出したい小鹿、1ヶ月後には鹿になってますから、やばいですね1ヶ月後またやるのってすごい様になってますけどね、なんかもう様になってます、なってます、なってます多分なんかこの弾いてる感じ見るとなんかこっちの方がなんかあの楽しそうに弾いてた感は若干あったけどやっぱ重たいのかな、まあ、なんか重たいのは初心者向きじゃないかもしれない、うん、重たいは重たいと思いますね。そう、音はいいんだけどね、めちゃめちゃあ、軽っ、うん、あ、すいません、上のね、ボタンを、うん、あの止めちゃったんで、ピッて開けてください。はい、軽いよね、まあ長い時間弾けそうでしょう、確かにトラウチか明るいのできたじゃんいいね、終わりっぽい、耳がいいとやっぱなすぐに発見できるからな。いやでもなんかボタン調できる以外にボタンのメリットってなんかあるんですか。